さあ、なんだ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 、でかいでかいぞ、おーでかいでかい、ハイサイハイサイハイサイ、喧嘩朝から揉め事、はい、もう揉めたから、揉めた本人たちで説明してください。何かすか、はい、今回はですね朝早く来て、夕町に来たんですよ、はい、ちょっと今から釣りしに行こうと思ってて、はい、本当だったら釣り行くときって釣り具屋行くじゃないですか、はい、けど釣り具屋にはない餌がこっちに眠ってるんですよ。おお。ちょっとお店回って、あ、これ釣れそうとか、うん、餌になこれで何釣れるのかなと不思議に思ったものをちょっと餌にして、うん、一文字渡っちゃおうかなっていうことで。なるほど。確かにこっち中にたくさんのお店があって、うん、まあ、いろんなその魚だったりとか、まあ、魚介類が多いわけですよ。はい、うん、はい、早速行こうか。早速見ますか。見てみます。はい。なんかくらいな、うん、どうした？救急時間の病院みたいなってる。ああ、そうだね、うん、深夜の病院みたいなこんな感じだよね。完全に一番だ。とりあえず、1店舗で残る1店舗だから1店舗しかないよ残るは1店舗しかない。俺たちが早く来すぎたってわけでもないもんね。選択肢があんまりないってかもしれないここ湯のいいんじゃないですか。あ、牡蠣持ってるんですか。牡蠣、あ、いいね。刺身一番最高ってことで。刺身一番最高です。シャコとも刺身一番。あ、今度はシャコ。あ、シャコもある。刺身死にやすい。安っ。100円。うん。荒ぶってるよ。まだ見て。伊勢海老さんたちが荒ぶってる。もう元気だな。ね。あ、車エビもいる。パンチ車もいる。パンチ車エビ。お、サザエとかウニも。そうな、バイガイもいるぞ。生きてる魚さんに。この海結構サイズ良くない。はい、美味しい。買うことができました。買いました。サザエですね。大量のサザエと。で、ハルさんが持ってる何持ってるんですかこれ。ちょっとね気になったやつがあったんですよ。はい。まさか。何これクラゲ？クラゲっていう生食用のクラゲがあるみたいで。生クラゲ。コリコリし一応俺とバンマンはハブクラゲにやられてるんで若干トラウマだよな。ちょっと怖いあんまり近づけないな着きました。着きました。こちら那覇一文字は赤灯台、はい、このでっかい赤灯台がシンボルですね。ここいいな、はい、影あるしあるね、いいね、まあ、この瞬間だけね。この瞬間俺なんかも移動しないと12時とか多分かけないんじゃないかないはず多分今日はこっち下見たら分かると思うんですけど隙間が空いてるんですよ。ほらこのようにいい、ね、この穴でやる。そうこの穴をちょっと乱眼していこうかなと思いまして。穴釣り来ましたよ。穴釣りって何が釣れる、何の意味。穴に引かないと分からないですすごい、もう餌も撒いてないのにあんなたくさんの餌取りがいます。超綺麗、ナイス海。これが今回餌になるサザエですね。サザエたち綺麗だね。これで穴釣り1個250円ぐらいするからね。大事になる、うん、これどうやって取る。確かに壁に投げる、下に叩いて終わる、叩きつけて終わる。やってみる1個。はい、じゃあそれで、はい、破壊の儀、破壊といったらこうちゃん。お、てれれてれー、お、来た。はい、ドゥン、いきまーす。ドゥンドゥンドゥン。あお前ヘタ、こっちにあったんだからよ、ヘタ。ノーコン、野球部だろ、こちゃん。ヘタ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 。割れた割れてない。あー、ちょっと割れてる、ほらバンバンに刺すと上にピッチャー、変わりましてバンバン大城くん。バンバン怖いんだけど。あいった、いいねいいねいいね。あ、いい、色が出た、色が出た。おー、いいね。おー、いいね。さすがバンバン、いいっすね。これが餌、こっちが餌。そうそう、硬い部分、こっちの部分も良さそうじゃん。そこも使える、うん、じゃあこんな感じで全部割る、割っていくか。はい。おすごい、これ当てない、これ当てない。いや、全然割れ、死んすよ。
これはコントロールの一個目だと。こちらね、サザエです。さっき取ったサザエをちょっと魚が食べやすいように切っていきます。もったいないな、今更だけど。贅沢だな。うん、これ海食う魚って何がある？ガラサーだったり。ガラサー何でも食いそうだよ。イラブチャーとかも食いそうだけど、キャベツついてるし。お、いいんじゃないですか。早速やってみる。もやってみる。あ、クラゲも。確かにクラゲもあるんだった。クラゲこちらですね、クラゲ。これなんか生食用って書いてるから、多分刺身でいけるんだ。うん、食べてみる。あ、ちょっと塩味ついてる。本当は食えるね。ちょっとコリコリする海藻みたい。うん、ね、全然ちょっと食えるな。クラゲをボウルに取り出し、流水に10分さらした後、よく水切りして、ポン酢醤油でお召し上がりくださいって書いてますね。ちゃんと食べたい場合だ。今回胴付きにやってるんですけど、下2つはサザエで、上一番上何？肝？肝とか足が。あ、いいね、いいね。ちょっとおびきをするな。オッケー。あ、できた。早速落としに行きますか。ちょっと落としてみよう。早速？はい。早速どんな魚がね、反応してくれるのかちょっと見てみましょう。はい。楽しみ、俺も。はい、ではこうちゃんも仕掛けができたということで、これひらひらつけてから。ブラクリですね。ブラクリ。この穴攻めてみる。こっちの穴。レッツ穴穴穴穴ゴーゴー。これだけ深い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 。結構深いな。なんかミーバイとか釣れたらいいね。カサゴとか。今回ミーバイ当たりじゃん。当たり。反応はどうですか。反応なし。ノーピク。今からポイント探した。あ、ポイント探し。ここにポイントだ。うん、見よ、この子供。周囲の愛が、こんなガキするまん、ガキスラムをも狂わせる。人は愛ゆえに、苦しまなければならぬ。人は愛ゆえに、悲しまなければならぬ。愛ゆえに。行きますか。行きましょう。神々です。神々。はい、ちなみに今みんなに紹介しようとしているポイントがこちらですね。ここのポイントの木あるじゃないですか。木があるところの下に結構穴場ポイントで。マジ？おすすめ穴場。うわこっちさ、意外と深いから。あ、当たってる当たってる。おー、来た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 。おーし、おっしゃー、おっしゃー、イエーイ、ベラー、すげえ。ネギス、ネギス、ナイスサイズ、おめでとう。いいね、シリ最高。ちょっとサイズ良くない？あー、いいね。やったー、ネギス。ネギスにしては大きい方だな、これ。おめでとう。来ましたね。バンピーだ、今日ここ。餌もまだ残ってる。餌残ってる。でも、魚入れるバケツ忘れた。あ、バケツも使わない。はい、すいません。大丈夫ですよ。大丈夫、大丈夫。ポケットにポケットにポケットに入れといた。うん、見て、魚のドーナツ。ほら、当たってる、当たってるよ。おお、めっちゃ当たってる。めっちゃ当たる。多分口に入らないサイズなんだはず。おー、来た。あ、取れた。いや、ついてる。あ、餌ない。あ、餌ついてる。まだ結構渡り強かった。今強かったね。うん、ついてた。めっちゃちょっとまだついてる。やばいな、相当餌持ち。これやばい、すごいサザエ。むしろ1個で1日できるんじゃない。はい、ちょっとね、バンバンに変更して。続いて仕掛け、こちら綿の部分。これで
ちょっと狙います。はいはい、はい、ワンバンここ。あ、どうだ、いけるのか。いけ、ここならいけるはずだ。やばいぞ、ハールさんの穴がいいんじゃない。不在、不在、やばい、不在です、不在通知ランク。魚も人の顔見て選ぶって言ってたからよ。マジ？あんま優しそうな顔すれば来るはずよ。優しそうな顔ってよ。甘え上手の顔。甘え上手な顔。親指しゃぶってる顔がいい。上目遣い。上目遣い。親指しゃぶってるか。テトロの隙間ゴーゴー。ついてるんだけど。襲ってる。おお。外れた。襲って、襲ってる。結構いい当たりだったな今の。おお、来た。でかいでかいでかい。おお、でかい。やばいやばい。でかい。やばいやばい。頑張れ頑張れ頑張れ。マジでかい。さあ、なんだなんだ。なんだなんだなんだ。でかいでかいぞ。おお、でかい。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 メタリックウェアだ。でかい。でかい。やば。やばすぎ。やば。尻引き強い。やば。やば。やば。最高。面白い。初めてこんなでかいタンメーターに食える。でかい。もういい感じで食ってるサザエ。行くよ。これ尻がすごい。一回外れよったけど尻でかい。でかいな。タンメーターに食える。40センチぐらいあるんじゃない。はい。もうめっちゃ傷ついてるぞ、ほらテトラの中から。本当だ。あ、テトラ出てるからこうなってるんだ。そうそうそう。面白いな。でかっ。あの釣り夢ありますね。面白いな。結構重量ある。うん、すごー。やってみて。あ、重い。結構重いな。これすごー。これやばいな。これいいね。食べてもいいんじゃん、これ。これは食べましょう。これ食べよう、食べよう。やば、すごっ。これ3メーター肉やって言って方言なんですよ。これ日本語で訳したら三名っていうのは、三名がおじいちゃんで、谷がなんすよ、なんすよ、なんすよ、クヤは、クヤは食べるやつって意味なんすよ。おじいちゃんのを食べる魚って言われて。昔ね、おじいちゃんが泳いでたらしいんすよ、海で裸で。したらおじいちゃんのに食いついてきたらしくて、それでこの方言になったって言われてます。ダメだ、肉やまんますね。バンバンのに食いついたかもしれないですね。でかいな。すごいな。面白いやつ。これ閉じたらどうなんの、これ。閉じたらさ、普段はこんなで、バンバンを見たときはどうなんすか。バンバン俺見たときは、バンバン見たときは、おお。初めて釣った、こんなでかい。でかいね。でかい。俺もこれちっちゃいのしか見たことない。死にでかいな。面白い。いける。面白い。夢あるな。夢あるな。すごい。サザエ、サザエすげえ。やっぱ餌持ちがいいから。確かに中で小魚にちょっかい出されても外れないんだ。うん。大物が来るんだ。結果的に大物がちゃんと回遊してくるまで残ってて、それバフっていってるイメージ。すごい。面白いや。夢があるな。あ、結構待って、ごっつかったかも。今のごっついやつできた。全然餌持ちいい、やば。これやばいよ。3年食う。3年も。あ、3年も落とせ。3年も。さあ、そのハロッキーなさってるやつは何なのか。父さん攻める。攻めないと YouTuber じゃないでしょう。おお、すごい。おー、触ってる。触ってる。あー、当たってる、当たってる。おー、来た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 。あれ、ごめん、嘘。けど上のがなくなってる。確認しよう、今の何なのか。チェックしよう。はい、今30秒でそこに行かってきた。あ、いっぱいいる、いっぱいいる。親ビッチャーがいっぱいいる。餌取り多いね。餌取りだね。おお、いっぱいいる。46秒、47秒。あ、なるほど。すすいたのは当たりと思ってたね。これ餌取りが多いから
やっぱサザエ向いてるかもしれん、こんだけ硬いの。確かに。おい、魚ない。ほんじゃ、あ、てかこんだけ魚いるんだったらさ、うん、クラゲ落としてみる。クラゲもいいかもね。え、来ました、餌チェンジ。これもこれで食ってきそうだけど。おお。もちろんワームみたいだよね。うん、透明のワームでも釣れるからね。あ、もう当たる、もう当たる、早っ。クラゲでも食うね。でもサザエより餌持ち悪いから、うん、頻繁にやるかな。もうないかな、餌ってことは。あ、餌がない。クラゲもありだな。はい、新しい穴、ザ穴釣りみたいなポイントですね。ゴー、ゴープロスタート。ねえ、結構浅いよ。浅かった。あ、あ、どうした、ハロケ。あ、取られてる。餌取られてるじゃないですか。出るんじゃないですか。つけ直す。つけ直す。つけ直す、つけ直す、餌をつけ直す。はい、これこちら、こうちゃんがつけてくれたスーパーハッピーパラゴ餌セットバリューパック。でかいの来そう。食ってくれよ。マスカの当たりない。いけるよ。サンサンの子です、いくぜ。リベンジ。針がちょっと取られたんで、はい、針をつけ直して、はい、再チャレンジ、再チャレンジ、落としてくけど、結構穴釣りってハイサー今までやってこなかったから、なんか、はい、お反応あったぞ今。なんか竿の動きがちょっとおかしかったの。おかしかった。おお、お、来た、来たぜ。ヒット来ました。なにこれ、かわいい。ベラだ、ベラちゃん。かわいいな。かわいいけどナイスですよ、これも。はい、釣れました。おー、いいね、ベラ。ベラっすね。ナイスフィッシュ。なんか336さん似てるな。似てるから、ほら、同じ色してるもん。こいつもまさか、うん、ワークマンの空調服かい。これモーターバートルだろ、これ絶対。出ました、出ました。パクパクしてますね。空調服オタクですね。一応反応マジでいい。すごかったよ。サザエやばい、すごい。もうこうちゃん、どうする、やる、最後さっきのところがいい、こっち行く。いや、あっち攻めちゃったらもう魚入れましょう。そうだな、うん。さあ釣っちゃって、当たりだけは強一レベルで来てる男。当たりはさっきベラ釣りました。ハングリー精神でもう一度。あ、やば、やば、大変なことになりました。大変なことになりやつだった。水中映像が5万円目がかり、可能性がある。やばい。今信用してるのはこうちゃんの右手のみ。さあ、これこうちゃん取ったら救世主。 GoPro も食べようぜ。待って、メガカリかなと思って巻いてたら、うわ、釣れてた。何これ、銀歩みたいに釣れてた。シリレアギョ、すごいけど、いや、ダメともハゼみたいな。ハゼみたいな釣った。これすげえ。おめでとう。なんか洋服となんか似てるね、青だし、デザイン一緒。おめでとうございます。これはちょっと逃がしましょうね。これは逃がしましょう、さすがに。やばい、でこんな言ってる場合じゃない。どうだ、頼む、お願いします、お願いします。神様、ゴープロを作ってくれ、お願い、頼む。ゴープロ、は
あ、どうだったどうだったどうだった、うわー、神ー来ました、王様、嬉しいです、めっちゃ光ってる王様、いやよかった、ナイスファイト、ありがとう、マジでよかった、本当にもう最高、ありがとうなんか大物釣ったみたいな、今日一でしょ、今日一、今日一の奇跡最高じゃん、なんか俺の影がドラえもんみたいな、俺の影ドラえもんみたいな影、ドラえもんがいる、あっちの影ドラえもん、ドラえもん完全にドラえもんだ、おー、来た、おー、ヒット、ドラえもんヒット、ドラえもんヒット、ドラえもんヒット、さあ、何が来るんだ、おー、やった、出ました、メギス、結構、しかもこれもまたいいサイズ、メギスにしてこれ食べれるんじゃない、これは口からなんか入ってるよ、サザエじゃない、サザエ入ってるね、こちらおめでとうございます、やった食いなし、あ、ハローのせい、あ、食いなし、ハローの生涯に一遍の食いなし、食いなし、はい、ではこれよりさっき釣った短命多肉ウエアをさばきたいと思います、お願いします、短命多肉ウエア、これね、あのギチベラっていう名前らしい、ギチベラ、ギチ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 ベラで、名前の由来が全くわからんてあ、ネットではわからんふりしてますね、これは鱗はでもイラブチャーみたいだよね、うん、ほら癖のない白身で、あ、鱗すごいな、まんまイラブチャー、癖のない白身で煮付けなどに利用されてるよって、この魚は、そうなんだ、うん、最高だね、煮付けなの、主に沖縄で見られるって、沖縄の方言の名前もあるから、沖縄っぽい、もうなとか入れちゃって疲れてるから固有味で行こうねまだですね普通にまだだアヒージョのりでじゃあ歌う、これゾンビ完成です、短命多肉ウエアの焼き魚、焼き魚、天ぷらだね、素揚げ、素揚げ、いい、普通になんか回すみたい、うん、ね、これチップスもちょっと添えとこう、鱗でしょ、これチップス、あ、じゃあチップスで、そう、鱗チップス、結構美味しいから、これそうなの、食べれるの、美味しいらしい、そう、食べれる、一回食べてみますか、うん、じゃあ、ちょっと、あ、ほんといい、サクサクしてる、うわ、美味しい、一個食べたら、食べていい、うん、どうですか、美味しい、美味しい、チップスだ、すごい、336さんも食べてみて、熱くないかね、おお、めっちゃサクサク、美味しいね、うまっ、うん、うまっ、これ面白い、鱗チップス、あ、うまっ、食感面白いね、次から鱗だけ剥がして返してもいいかもしれんさあ、ゴー、いくぞー、オッケー、よいしょ、じゃあ、あとは日が通るまでこいつらも待ちます、はいよ、はい、ただいまの時刻11時44分お昼時です、初めてじゃない、ハイサイの料理動画でそうだね、12時以内に食べれる、久しぶりだね、いただきます、食べていいですか、はい、はい、なんで、ね、やば、めっちゃふっくらしてる、柔らかい、ふわふわふうだ、いただきます、絶品です、絶品、おー、いただきます、皮に味ついててめっちゃ美味しい、おー、うまい、うまい、いただきます、うん、めっちゃふわ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 して、うまい、超美味しいかも、で、鱗も最高だな、これ鱗やばい、やっぱ鱗もうめえ、皮と絶対うまいやつやんけ、これはいただき、さあどうですか、美味しい、美味しいな、ふわふわだね、マジ、
ベラ系ってさ、みんな持っていかんけどさ、食ったらうまいよね、美味しい、最高、あ、塩、なんかベロ、あ、ベロベロベラベロどういうこと、ベラ系マジでな、うまいよなうまい、はい、ごちそうさまでした。うまかった、最高でしたね、最高、楽しいね、穴釣りたまにあるとマジで楽しい、夢がある、うん、見えないから何が来るんだろうみたいなワクワクもあるし、うん、当たりも早いしね、あとサザエのやっぱ効果すごかったっすね、あー、うん、餌持ちやばい、うん、クラゲよりかは全然サザエの方が、うん、良かったっすね、クラゲも一応当たりはあった、うん、餌持ちのこと考えたらやっぱりサザエが強いかなって、うん、したいっすね、すごい、そのぐらいサザエは釣れるっていう、釣れる、最高でしたね、これから1個ぐらい持っててもいいかもしれない、釣り場に全然いいと思う、人が美味しいって思うのはやっぱ魚も美味しいんだなって改めて思ったな、ね、はい、じゃあこ、はい、じゃあ今回はサザエで穴釣りしたらおっきいギチベラが釣れたでした、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、みんなも釣りやりに来いよー、はい、